スドエスト鉄道の鉄道網、スドエスト鉄道は、イタリア共和国、プリッリャ州南部に展開する二級鉄道網で、大都市と FS により提供された、主要鉄道路線から外れたコムーネとを結んでいる。フスは、ブリンリジ県内、ターラント県内、より南のレッチェ県内の各コムーネに到達するという水準である。各路線は、バーリ中央駅からサレント半島の南端サンタ。 マリーアディレウカ付近のガリアーノ・デル・カーポまで拡張されている。サレントにおいて鉄道はリットリーナの名で知られており、この名前は開業当初いつも使われていたディーゼル機関車のものからである。これらの路線は非電化単線が特徴となっている。最近はリスタイリングを行ってイメージが改善されたが、サービスの改善は有効的でなく、見かけと同じにはなっていない。 スドエスト鉄道のレッチェ県の鉄道路線のイタリアンシュトエストという映画がある。レッチェ駅にある行き先表示板、スドエスト鉄道網に駅は84ある。スドエスト鉄道は鉄道事業の他にバス事業も行っている。バス輸送部門は州の合弁事業コートラッペに属する。ありがとうございます。